演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらコストコのマッシュポテトを食べたいと思います。この一袋を使ってます。コストコのマッシュポテト、コストコの商品って初めてあるんですけど、こういう人気商品、ネットとかで見たことあるんですけど、実際食べるの初めてですね。しかもお手軽に作れました。これは美味しそうですね。では食べてみます。いただきます。お手軽なのにここまでホクホクって本当すごいと思います。これでいろいろまたやってみたいです。美味しいです。自分のお湯と牛乳の量が多かったのがちょっとふにゃっとした感じはありましたが、食べてみるとふわふわとした食感とともにホクホクとしたじゃがいものあの味が口の中に広がってきて、とっても美味しかったです。マッシュポテト作るのってなかなか難しいんですけど、こういうお手軽に食べられるのっていいですね。しかも結構量があってお腹も満足です。と今まで食べていたマッシュポテトの、まあ、マッシュポテト自体そんなに食べることがあるわけじゃないんですけど、一番美味しかったかもしれませんので、こちらのテイストさせていただきます。なんかいろいろアレンジもできるみたいですし、そういうのもいいですね。それでは、新年の心決めるぞ元旦に。まあそりゃそうですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。